どうも、みつみついと申します。今回は本日1月27日より期間限定レイドで入手できるようになった月光牙を使っていきたいと思います。月光牙というと人気ナンバーワンを取ったり、対戦環境ではトップメタにいたりとポケモン界の中心にいたわけですが、第8世代では丸々できんという目にあっております。というわけで月光牙、久々のポケモン本編シリーズの出演となっております。そんな久々の登場で変幻自在、弱体化、相性不利な上に素早さで負けているマスカーニャの登場など、まあまあ向かい風な状況となっております。ですがすり替え、剣の前、カウンターといった強力な新技を覚えまして、向かい風ではありますがめちゃくちゃ強化もされております。今回私はタスキカウンタープラス電気テラスタルで万能にいろんな動きができる便利な月光牙を使っていきたいと思います。月光牙はまだランクマッチで使えないので、今回はカジュアルバトルとなります。それでは何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。ともきさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、強靭無敵最強の月光牙を活躍させていきたいなと思いますけども、まあ、せっかくなんでね、今回は御三家だけでパーティーを組んでみました。というわけでね、相手氏のパーティー、切り刻んはともかくマンキーは数合わせじゃないかなと思います。レベルも15ですしね、逆に切り刻んは結構ガチポケなんでね、注意していかないとなって思うんですけど、もう早速時間がないので、月光牙、エースバーン、もうリザードン、この強靭無敵最強のこの3人でいきますかね。さてさて、海辺からこんにちは。ラウドボーンと埋まってますね。埋まってる中でも特に埋まってますけども、さてさて、そんな感じでね、まあ、早速有利対面はいただけたんですけども、ここは素直に水手裏剣でいいですかね。はい、水手裏剣で、今回の月光牙はですね、特性変幻自在の、やつで使っております。まあ、カウンター生かすんだったら、まあ、特性激流のがいいじゃんって話なんですけども、それだと逆にカウンター一本槍にちょっとなっちゃいがちというかね。で、雷の牙というね、物理型だったという、まさかの物理ラウドボン。まあ、カジュアルはね、このすごいいろんな型が出てくるというね、そういった面白さがありますんでね。はい、引っ込めていきます。海竜と、まあ、これマルチスケール破壊できんのはかなりでかいですね。どうですかね、普通に考えたらこう冷凍ビーム打っちゃえばいいんですけども、まあテラスタルは切ってくるだろうなっていうところはあるんでね。いや、ここ竜舞されてもどうしようもないしな。あら、通った、通りましたね。なんだろう、こだわってんのかなって思われたか、もうそうする気はないみたいなところがあるんかね。さてさて、これどうしましょうかね。これ早速からちょっとテラバースト切っちゃいますか。というわけでね、今回私の月光牙ですね、電気テラスタルに変更させてきました。まあ、捕まえたまんまだとね、毒テラスタルなんですけど、まあ、毒より正直電気の方が使いやすいかなってことで、ここばっかりはね、さすがにちょっと変更させていただきました。特性はそのまんまだけどね、テラスタルは変更で、全然効かないね。 HD かな、全然効かなんだった。まあいいや、とりあえず頑張って押し切ろう。まあ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 、後続から考えてもね、まあまあなんとかやれなくはないメンツなんだよ。ハイヨル一撃、おー、ハイヨル一撃、これもあれですかね、フルアタのデカヌちゃんですかね。はい、月光牙がね、やられていくとこさえもかっこいいというね、そんな感じの立ち振る舞いでございますけども、まあそうですね、あとはなんであれ勝てるんじゃないでしょうか。スイッと、はい、対戦ありがとうございました。というわけでね、今作も月光牙強いというお話でございやすと。はい、マッチングいたしました。パチさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、めちゃくちゃランクマッチみたいなパーティーでございますけども、まあそういうパーティーの方がね、実戦の試しができるんでね、ちょうどいいかなと思いますけども、月光牙ラウドボンエースバーンでいきますか。さてさて、室内でございます。ルガルガンと、ルガルガンだとどうかね、初手ステルスロックとかじゃないかなと思うけど、ただここ水手裏剣でワンチャンあるんですよね。さてさてね、月光牙の舌がベロンベロン動いておりますけど、いきなりからテラスタルだ。いきなりからテラスタル祭りだった。祭ってるね、それは。フェアリーテラスタルですか。非常にね、ワンちゃんにハートがついてて可愛いですけども。そしてアクセルロック。まあ、アクセルロックが向こう上取ったので、まあ、向こうは最速じゃないかなと。私のね、月光牙は控えめ月光牙なんで、
上取られちゃうんですよね。これこれが非常に良くないというか、ただまあアクセルロックもう一発耐えるので、で水手裏剣は当たる回数次第になっちゃうかな。これここアクセルロック打たないかな向こうだよね。水手裏剣が、あでも9射当たった。オッケーオッケー、いけるぞいけるぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、結構頑張れ、ああと1回あと1回、よし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 、天然イカ様ダイス、これが忍びの極意よ。オッケーオッケー、運で乗り越えたぞ。よし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 、あと月光河とこのステージ合ってるな。プンプン丸激おこ、わあこれだ。これはね下手につついたらえらいことなるんで、これは一回ちょっとエースバーンに引きます。下手につつくとねとんでもないことになるんで、はいエースバーンに変えまして、ドレパン、はいドレパンを、受けまして、ドレパンで来るんだ、ドレパンで来るんだったらここ一回さらにラウドボーンに変えてもいいまであるかもしれない。ラウドボーンに変えて、ラウドボーンがねあくび持ってればいいんですけど、はいビルドアップをしていきまして、ここはフレアソングでフンドの腰、まあこれはまだ威力がね大したあれじゃないので大丈夫なんですけど、次からが恐ろしいとこですよね。のではい食べ残し、ここでテラスタルかな。向こうさんにもねハートの可愛い生き物を見せてもらったんで、こっちもねハートの可愛い生き物を見せていこうかなと思います。まあこれでねフンドの拳の威力を下げていき、挑発、あらありがてえ、挑発とかこっちねそういう補助技1個持ってないんですよ、ありがとうございます。よし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 、これでただまだこれでは取れないでしょうね、向こうも硬いんで。あ取れた、いけたいけた、おおラウドボーンいいね、私のラウドボーン火力にね全然振ってないんですけども、これで取れるとはちょっと誤算。ガルルガルルどっちかというとルガルガンっぽい名前の、はいで私が上を取っておりますと、ということは素早さ無振りでしょうかね。だったらこれは結構持久戦になるやもしれぬ、結構パワーあるな、結構パワーありますねこうやつは。いけ頑張れラウドボーン、よしよし威力が伸びてる、ただ次のハイパーボイスを耐えるかどうか絶妙なライン、うん、あー耐えない耐えないでございますな。まあ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 、ただね素早さめちゃくちゃ遅いってことが分かったので、まあここは普通に月光河で上は取れてるんじゃないかなと思うので、あとまあ多分こだわってるとは思うので電光石火でこっちを取ってくるみたいなこともないと思います。おそらくメガネなんじゃないかなと思うんですよね、 HC メガネみたいな。はいというわけで対戦ありがとうございましたと。はいマッチングいたしました、ソードさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、過去から来た民でしょうか、そしてねパーティーに月光がエースバーンいますね、さらにはコライドンまでいるという、まあいいやこっちも月光がから行きましてですね、月光がラウドボーンマスカーニャとかで行きますかね。いや相手氏のねパーティーのパワーが高いのでね、ワーオワーオだね、ワーオですけども、これはもう逆にやるっきゃねえなんじゃないか、これはもういきなりからぶちかましていくか、新技をいくでカウンター、お来た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 、アクセルブレイクで抜群になってしまいますが、タスキでしっかりと耐えていき、はい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 、いきますよ月光河の新技カウンタージャイ、ね、カウンターで格闘タイプになって、はいと鮮やか、ね、月光河がねこういう戦法もできるようになったっていうのがねこれは強いですよ、ね、勝利のポーズも決めましたよ。そして最強エースバーンがやってくると、まあこれはねもう問答無用で水手裏剣と、カウンターに加えてねこの優秀な先制技があるというのもいいですよね。まあこの朝の日差しじゃないわ、この日照りでね全然効かないんですけども、まあ、最悪タスキは切れたかなって感じで、アクロバット、おおすごい、なんか何人ものエースバーンが何人ものエースバーンがね動いてましたけども、飛行タイプになったですか、おお今この状況は炎タイプの技が上がっているので、これは結構チャンスなんじゃないかなと思っております。初手からなんでアクロバットだったんでしょうね、もうそれしか打つ技がなかったっていうこと、
そんなバナナ、あ、まあ格闘タイプだからもう素直にって。ほい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 、いやすごいアクロバットで来るけど、すごいアクロバッティングなんだけど、ただまあこのね、この日照りの状況がすごく私に今有利に働いちゃってるんですよね。めちゃくちゃ特攻上がりましたからね。だいたいこういう後に控えてるのはヘイラッシャーみたいなやつなんですけど、あ、月光がなんだ。ほう、ここで月光が来るか。ただまあまだ日照りは続いてるんでね、ここはテラスタルでテラバーストでいいんじゃないかなと思ったら、向こうもテラスタルを切ってきましたかね。何テラスでしょうか。水テラスかな。あ、普通にそのまま素直に使ってる、素直な民ってことは毒テラスは絶妙に良くないですけど、フェアリーテラスになっちまったし、テラバーストも打っちまったからな。なるほど、そういえばそうでしたね、月光が毒でしたね。僕がもう問答無用で毒テラスタルは変えたので、富士切り、まあそれはありがたいですが、ダストシュート持ってるかな毒テラスタルってことは。まあ、ダストシュートはね気合でかわせばなんとかなるので、はいと、まあ、半減とはいえ特攻もそこそこ上がってるんでね、まあそれなりに一回耐えれれば第一の力で勝てそうですけども。ダストシュート持ってた、頑張れ頑張れ、私の耐久ぶりのラウドボン、いけー、おお強い、しっかりと耐えた。まあ、毒は食らってしまいましたが、ね、これが HB ラウドボーンの耐久力。HB ラウドボーンね、かなり強いと思うんですよね。今回の動画の趣旨とはね、ちょっとずれますけども、まあ、そんな感じでね、ラウドボーンはめちゃくちゃ強いという動画でした。いや、違うけど。